RK62、RK62 あるいはバルメ62、フィンランド語62年式アサルトライフルはフィンランドのバルメトと,とサコ社が製造するアサルトライフルでありフィンランド国防軍の標準的不平備である。1962年に登場したこの RK62 は旧ソ連の AK-47 の基本構造を踏襲した信頼性の高い銃である。 AK-47 と同じ 7.62X39 弾を使用する。最大発射速度は毎分700発。1965年から1994年までの間に35万丁の RK62、RK62、76を含むが製造された。1960年に開発された RK60 と呼ばれる小銃が前身だが、 これはほとんど AK-47 の内部構造をコピーした模造品とも言えるものであった。金属製のストック、プラスチック製のハンドガード、重心のみ多い、ガスチューブは覆わないと、ピストルグリップ、レシーバー上部工法の標準機等が AK-47 と大きく異なる特徴である。開発段階でのプロトタイプはポーランドでライセンス生産された。 PM ケースを模して設計されておりカバの木を使った木製ストックが装着されていい。軍で試験された後、RK60 はわずかに改良されて、RK62 として正式採用された。AK シリーズと同様に、RK62 シリーズはボルトキャリアに固定されたロングストロークガスピストンを持つカラシニコフ流の動作機構により作動するガス圧利用式の連射。 反射切り替え式小銃である。回転式ボルトは、二つのロッキングラグ、突起により、薬室に固定される。スプリング式のエキストラクター、チュートンズは、ボルト先端に二つある、ロッキングラグの片方に取り付けられている。ボルトキャリアのガイドレールの固定突起がエジェクター、敵となる。ハンマータイプの撃破機構、半自動及び、全自動の発射モードを可能にする。 引き金機構を備えている。連射、単車セレクターは3ポジションあり、上側が安全、引き金及びボルトキャリアは両方とも機械的に作動しない、中間3点の刻印が連射、下側が単一の刻印が単車、ボルトキャリアはどうするが、引き金機構は作動しないようにディスコネクターが働くである。RK62 はシリーズは AK-47 の設計の改良版であり、AK-47 の高性能な派生型であると言われている。とりわけ精度が高いことで知られ、100ヤードで1インチ以下、1MOA の集団が可能でるという。基礎的な射撃訓練を済ませた後であれば、一般人上がりの長周兵ですら、その30%が、射距離150メートルで、的の中心が10センチメートル。 10 10 100点点点の的をを、用いた、射撃訓練でで点満点中93を獲得するる。ことができるバルメト社は、ライセンス版 AK-47 の機関部に対し、すべてのポイントで設計に改良を加えた。全天候で顕著な信頼性を確保するために、十分な程度に設計上の許容さ、処理、遊びを隠しつつも、東側共産圏の AK シリーズに比べ、 設計上の許容差はかなり狭められている。ガスピストンはガスチューブ内部でより滑らかな作動を保証することを目的としてピストン近くに小さな指状のパーツを持っており、本性重固有の精度をさらに向上させる役割を果たしている。命中精度の高さを確保する上で重要な点として、レシーバーの夜勤品質と重心の全体的な品質もも,もちろん重要であるが、 もう一つの最大の改善点は改良された、標準機、サイトである。L 形の2重開口フリップアップ式後部消紋、および前方調整で構成される、調整可能な鉄製標準、アイアンサイトを装備している。AK シリーズおよびその派生型のほとんどは、後部消紋を、レシーバー上部のガスピストンハウジングの上に、取り付けているが、RK62 では、後部消紋は、 レシーバーカバー上部後方に配置される。150メートル、先頭照準セッティング、300メートルよび400メートルの距離調節メモリを備え600メーターまで調整可能なスライド式照射の上に、後部開口小機構が装備されている。後部照門は、照門取付具の下の取付スクリューにより高さを調整することができる。前方調整、フロントサイトは、 重心への簡易な装着を可能としたガスブロック先端上に半分を覆われた支柱に機械的な精度を増した形で配置され、風の変流と高さの調整機構を備え野外で、兵士により完全に調整可能である。ハンマー単造製の競技グレードの CM 重心の精度も加わり、標準半径は AK シリーズの2倍の 470mm に及ぶものである。 また、低レベル高原状況での射撃のために、暗闇で自然発光するトリチウムガスのガラスコビンを使用する。前方照勢においては、手動展開可能な折りたたみ式支柱、照勢と分離して、照勢腹部に装着されるにトリチウム照明が装備される。後部照門においては、固定式ノッチ照門、ピボット軸の周りで、後部照準アームを180度前に回転させる。 ことにより露出されるに、アコーブ消耗機構にトリチウム照明が装着されている。使用状態にセットされると、両側に2つのトリチウムドットを備えた四角いノッチが配置される形となる。バルメト RK62 及び RK62-76 のもう一つ特徴は、火炎性大気であり、M16 初期型の火炎性大気の大型版に似た三差に分かれた。 火炎生大器と着剣装置を装備している。火炎生大器下部に直接、銃剣突起があり、フィスカーズハックマン社により製造される、ナイフスタイルの専用銃剣を装着できる。専用銃剣はプッコと呼ばれる、フィンランドの伝統的クラフトナイフとしても使用できる。有刺鉄潜切断のため、火炎生大器にはその縦の切れ込みに沿って、鋭い刃があり、火炎生大器に、 有刺鉄線を滑り込ませ、細い寸法の鉄線ならば鉄線が折れるまで小銃をひねって回転させるだけである。より太い鉄線であれば、火炎生大気に鉄線を挿入し反回転させてから丸を発射すれば鉄線は折れる。これは騒音が出るものの有効な方法である。M16 においては、尖った先端が野外で植物に引っかかる傾向があったため、 先割れ型火炎性大気は、床型火炎性大気に置き換えられたが、RK62 及び RK62-76 においては依然として問題ではあるものの、一方でその鋭い刃は植物等を切り開くのに役立つという側も有する。二列装填で30発容量の箱型湾曲断層から弾薬供給され、これらの断層は AK-47。 アカム用の標準断層と交換可能である。なお、断層、マガジンに関する逸話として、断層のリップが線抜きとして利用するのにちょうど、よく、線抜き代わりに断層を使った新兵が、断層の球団機構を壊してしまうことがあったとい。似たような逸話がある IMI ガリルは、試作に、あたり RK62 のレシーバーを参考に、しているので、 この銃の設計がガリルの線抜き付きバイポッドという奇妙な白物を世に出すことになったエンインる。エル。メンテナンスのため、レシーバー、機関部、重心、ボルトキャリアー、ボルト、復帰機構、ガスチューブ、レシーバーカバー、断層といった構成単位で野外で分解できる。RKM62 シリーズはすべて工業基準の防錆処理がなされている。一般に、 RK62 及びその派生型小銃のすべては北欧の過酷な環境に耐えるように設計された第一級品質の火器である。また、イスラエルにより製造された初期のガリル突撃銃はバルメト社から購入された機械装置とドキュメンテーションによって製造されたという点は特筆されるべきである。RK62 は精度信頼性ともに極めて高いことから 国防軍兵士の間でも評価が高いが、7.62X39 弾は全時代的であるという声もある。折りたたみ式重傷がついており、軍艦での収納がしやすくなっている。この折りたたみ式重傷モデル TP はオートバイ状態や軍警察にも支給されている。RK62-76 は、 RK62 同様に 7.62X39mm M43 弾を使用する。鋼材から切削加工されたレシーバーを使用する RK62 と異なり、プレス成形加工とリベット結合により製造された、広半性レシーバー使用し、重量を 3.6kg に軽減したモデル。AK 系統でのアカムに相当するモデルである。 RK62 からの他の変化として、ハンドガードがガスチューブまで覆う AK-47 赤むに似た形状に変更された。重症には固定型重症と折りたたみ式重症の両方がある。固定型重症には3タイプあり、木製を W、プラスティック製を P、RK62 と同様の環状金属製を T と呼び、折りたたたみ式重症タイプを TP と呼ぶ。 折りたたみ式重傷は長期間使用する間に緩くなる傾向があるという点で故障を弱気する可能性があるが、ヒンジおよびロックの設計が非常に強固であるため、RKM62-76 シリーズでは問題とならない。固定系、折りたたみ式双方のタイプともに、清掃キットを格納するために、重傷尾部に扉がある。フィンランドによくある氷点下の天候でも、 兵士の顔に凍結して貼り付くことを防ぐために、重症のうち一般的に手の顔と接触しやすい、金属製中部部に薄いプラスチックスリーブが装着されている。バルミット M76 は 5.56X45mm ナトダ弾を使用する4タイプと 7.62X39mm M43 弾を使用する4タイプの計8タイプがあり、弾倉には10発。 20発、30発タイプがある。フィンランドは 7.62X39mmM43 弾バージョンを RK62-76 として採用し、カタールとインドネシアは 5.56X45mmNATO 弾バージョンを採用した。重厚初速は使用される弾薬に依存し、点五六 x 4 5 m m n a t ト弾で秒速 7.62X39mm M43 弾で秒速 719m である。なお、バルメト RK62-76 及び M78、工術は冷戦中の多くの米国映画において入手しやすさの観点から AK-47 及び関連する東側きを装う道具として使用された。レッドドーム。 1984年米国公開、コマンド、1985年米国公開及び、ファ f i フォックス、1982年公開等が有名な例である。RK62 系統の最新型であり、RK62 及び RK62-76 同様に 7.62X39mm M43 弾を使用する。 ライフルグレネードの発射が可能なほか、各種改良が加えられており、消音機、光学消準機が装着可能で折りたたみ式重傷を装備している。現在、RK95 は累計2万丁しか配備されておらず、国防軍の一部でしか運用されていない。1987年にバルメトの消火器部門が、サコ社に買収されたため、サコ社が RK95 の設計、 製造に従事している RK62-76 の製造は1986年に終了。RK62 小銃を交換するという要求に応え、1988から1990年にサコ社は M90 プロトタイプを開発したが、実質的には RK62 の改良バージョンであった。オリジナルの r k 十二からの変更は、連射、 単車切り替え及び安全セレクターの変更を含むものであり、セレクターはレシーバー左側に移設された。ボルトキャリア機構から突き出たコッキングハンドルは細長い金属で覆われ、左手で再装点可能なように上向きの角度に取り付けられている。固定方法につき、 シグ SG54010 で採用された解決策が反映された掛け金機構を備えた折りたたみ式艦上重傷を装備している。ライフルグレネード弾の使用を可能とする多機能の重工装置及び手動ガスバルブも備えていた。M90 プロトタイプは一層のテスト及びいくつかの改良、セレクター機構は使い慣れた。 RK62 と同様に右側に戻されたを受けた。あと、本銃は、RK95TP、フィンランド語、リナコキバリ95タイットペラ、英語、アソールトライフル95フォールディングナイフストック、として、フィンランド軍に正式採用された。RK95TP は、重心に多機能の重厚装置が付属しており、マズルブレーキ、可性大気 ライフルグレネード弾を発射するための装着チューブの役割を果たす。ガスブロックは閉鎖地においてガスシステムを分離する手動調整可能なガス流量調節機、下部にナイフ型銃剣、例えば KCB タイプ銃剣を装着する突起を備えている。さらに消音機、空砲アダプターを取り付けることができる。クリーニングロッドを格納する内部空間のある 右側に折りたたみ可能な環状金属製のスケルトン重症、プラスチックコーティングが施されているお装備し、前方ハンドガード及びピストルグリップは共に軽量な合成樹脂で作られている。トリガーガードは寒いフィンランドの冬に手袋で射撃を可能とするために拡大された。2列装填で30発容量の対衝撃性ポリマー樹脂製の箱型湾曲断層。 空重量 0.16kg から弾薬供給される。レシーバーに装着された側面レールの使用により、様々な光学照準機、例えばパトリア VV2000 受動式夜間照準のような暗視装置やトリジコン工具等を使用することが可能である。光学照準機を使用する場合、着脱式の方あたり昇降機構が使用される。 重心に装着する2脚、あるいは吊り下げ式の 40mm、グレネードランチャーも装着できる。ガスブロックに装着するレール部品も開発され、戦闘用装備を装着できる。1978年に落下3部対応に開発、RK62-76 の機関部を組み替えて、ブルパップ方式としたもの、小準期船長の短縮による、 命中率の低下を防ぐためにアイアンサイトを大型化させているが、銃本体から大きく飛び出しているため、落下酸降下時に頭をぶつけるといった欠点が報告された。既製品をブルパップ方式に変更したタイプであり、全体的にまとまりが悪かったため、1986年には製造が中止されている。総生産数は2000兆程度であったとされる。 RK95 タイプの重傷、連射、短射、安全セレクターを備え、高額照準機搭載を可能とする仕様を特徴としている RK62 の特別版がフィンランド国境警備隊の特別量兵対応として使用されいる。バルメト M78 はバルメト RK6276 小銃から派生したヘビーバレル。 重心を装備した分体支援火器である 7.62X39mmM43 弾に加え 5.56X45mm な灯弾 7.62X51mm な灯弾を使用するタイプも生産された RPKK 機関銃と同様の武器であり戦術上の役割も同様である RK62 の民間用モデル 外見上は RK62 によく似ているがフルオート射撃ができない。バルメト社が RK62 のレシーバーを利用して開発した両銃。ペドラはフィンランド古語で鹿の意味。米国、カナダではバルメットハンターの名で売り出され、日本でもバルメハンターの名で少数が市場に出回っている。バルメペドラは当初308インチェスター弾あるいは243。 ウィンチェスター弾を使用していたが、後に30から06スプリングフィールド弾使用タイプも開発され、さらにはアフターマーケット回収により 9.3X62 弾を使用することも可能である。バルメト・ペトラは RK62 とはだいぶ外見が異なり、木製のストックとハンドガードを備えているほか、ピストルグリップでなくなったため、トリガーの位置が RK62 と比べてかなり後方に位置している。M92S は M90 プロトタイプの設計から派生し製造された 7.62EX39mmM43 弾を使用する固定重傷タイプの民間向けセミオートマティックライフルである。輸出向け仕様として SS109 弾丸を備えた 5.56X45mm ナト弾を使用するバージョンも開発された。プラスチック製の30発箱型湾曲から、球弾され、重心には 185mm のねじれ割合、1回転7インチの4畳のライフリングが、右回りに施されている。ナト標準弾薬を使用し、秒速 920m の重厚小速を持つ。後部照射区は 150m 及び 300m の射撃用に調節されている。 2015年に発表された近代化モデル。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。